横浜薬科大学は神奈川県横浜市戸塚区、又た町601に本部を置く日本の私立大学である。2006年に設置された。大学の略称は浜薬。2006年4月に横浜市戸塚区の横浜ドリームランド跡地に開学した。鈴木学園グループが設置する薬科大学としては3校目にあたり、学校法人と地区第一学園が運営する。 開学時は6年生の健康薬学科、漢方薬学科、臨床薬学科を設置。漢方薬の専門学科を設置している大学は珍しく、2021年現在では横浜薬科大学と第一薬科大学のみである。また、2015年4月に創薬研究者の育成、並びに中学校や高等学校の理科教員の 要請を目的として4年生の薬科学科を設置した。個性の進展による人生連磨のもとにより豊かに、より高く、創造的に自己を完成させることを目指した生き方を推進する人材を育成する。また人の苦しみがわかる、即因の心を持ち、人間性、倫理観並びに国際感覚を兼ね備えた医療人を世に送り出す。 横浜薬科大学見学費大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営ならびに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による認証評価を受けることが、学校教育法により定められている。 横浜薬科大学では認証評価制度によって高等教育機関の評価を行っている日本高等教育評価機構において平成27年度大学機関別認証評価を受診し平成28年3月8日付で同機構が定める大学評価基準に適合していると認定された。くじしよ部、サークルが学生有志によって立ち上げられ活動している。 ありがとうございます。